長年にわたり性加害の問題が指摘されてきましたが、日本のメディアでは大きく取り上げられることはありませんでした。なぜこの問題を報じてこなかったのか。週刊文春側の代理人を務めた弁護士は、この問題の実態を明らかにする動きが広がらなかったと指摘します。報道すべきものは報道していますという自負があるのであれば、それはきっちりすべきだったんじゃないですかね。それは言えばやってないでしょということでしかないですよね。 NHK の会長をやったモミーです。安倍晋三推しの経団連四季の会の一味です。右を左とは言えません。自民党従属の売国度 NHK、 当然に会長も売国度。 NHK が報道を止めた不法な行いをゲロしなさい。ジャニーズ問題は安倍のデタラメ政治と比べればまだ深刻じゃないと言えます。安倍の失政を報道しない、この言葉を軸にして NHK は報道を続けました。安倍一味がほぼ全ての経済統計をごまかしていた件は報道を止めました。アベノミクスの失敗は2015年には明白なものとなりました。それの報道を仕隠すことは最大のテーマでした。ロシア外交、北方領土問題も報道ねじ曲げをしました。2016年に北方領土交渉は完全挫折しました。もう交渉することはなくなりました。それを隠して安倍がプーチンと交渉を続けている報道し、やってる感を演出しました。日本国民の皆さん、許してください。史上最低の売国度と言われても、それは当然のことだと理解します。